笑い話、読み聞かせ本。うん、初天神、お家の方へ。大正時代に語り出された話ですが、舞台は江戸時代です。初天神は年始めの一月二十五日にマングーミヤで行われる祭礼で、毎年大変な賑わいを見せます。だんだん童心に戻る父親と生意気な子供の対象が面白い落語です。 よく晴れたお正月の朝です。ちょっと出かけてくるよ。父さんが母さんに言いました。出かけるのなら息子の金棒を連れて行ってちょうだい。嫌だよ。金棒はあれを買ってくれ。これも買ってくれとうるさいから。そこへ金棒がやってきました。父ちゃんどこへ行くの新年のお祭り。新年のお参り。初天神だ。僕も連れて行ってよ。だめだめ。お前はすぐに物をねざるから。 そんなこと言わないから連れて行って。仕方がないな。父さんはしぶしぶ金坊を連れて出かけました。神社にはたくさんの屋台が出て人でごった返していました。いいかい。絶対にあれを買ってこれが欲しいとか、とは言うなよ。あれもこれも言わないから柿を買って。ダメだったらダメ。柿はお腹が冷えるぞ。お財布が冷えるのが嫌なんだろう。 柿がダメなら飴でいいよ。そう言うと金坊は屋台の飴を一つ取って舐め始めました。こら早く返すんだ旦那舐めたものを返すわけにはいきませんよ飴屋に言われた父さんは金棒を睨みながらお金を渡しました。その隙に金坊は団子屋を覗いています。父さんは慌てて金棒を連れ戻しました。もう何も買わないぞ。わかったよ。あ、父ちゃんあそこでタコを売っているよ。タコ揚げをしようよ。 金坊は父さんをぐいぐいと引っ張ってたこ屋の前に行きました。たこ揚げか。お正月だからいいだろう。よし、その小さいのを送れ。大きい方がよく上がるよ。これちょうだい。毎度あり。金坊は大きなタコを手に取っています。まったくんを。父さんはブツブツ言いながらお金を払いました。<laughs> 二人は広場へ行きました。父ちゃんがタコを持っているからな。お前は糸を持って走るんだ。 いいかそれ向こうから人が来るから気をつけるんだよドスン金坊はおじさんにぶつかりましたすみませんうちの息子がそそっかしくて親の私に免じて許してください今度は父さんが糸を持って走りました危ないね父さんにぶつかられたおばさんが怒っていますすみませんうちの父ちゃんがそそっかしくて僕に免じて許してくださいと金坊が謝りました 真似をするんじゃないよ。おっといい風が吹いてきたぞほら上がった上がった父ちゃん僕にもやらせて待て待てほら糸がどんどん伸びて空でタコが踊っているよやらせてやらせてうるさいお前は見ていなさいそんなのないよああこんなことなら父ちゃんなんか連れてこなければよかった